音が切れたとのことでもう一度再開しております。あのよそう前祝いの法則の本を見ながらよしくインタビューやってみたけど思ったより盛り上がらなかった問題っていうのはあの私だけじゃないなっていうのが分かって最近教えてもらったんですよ。でそれでなんで盛り上がらなかったのかなって分析してみて、でどうやったら盛り上がるのかなっていうノウハウが私結構詰まってるぞって気がついたんですよ。もう予祝会をもう1年近くずっとやってきたから、これはいいぞ、このやり方やったらいいぞっていうのが結構ノウハウが溜まってて、これ絶対に人が喋ったら、あよかった聞こえるね、喋ったらいいなっていう風に思うのがいっぱいあって、例えばなんですけれども、あのね、予祝インタビューをやるときにあのコツがあって、前友達やったときにもそうだったんだけど、未来をセットする、例えば屋上になりましたとか言ってセットするじゃん。でそれで生活って変わったんですかってインタビューしたとしたら、なんかこう今の現時点の屋上じゃない現時点の話をしちゃうっていうのが結構いて、それってあるあるで何人も見たことあるの。最初慣れてない時って自分の現状をね話しがちなんですよ。いや今はでもって言って入りきらなくて、でその時にどうしたらいいのかっていう解決策があって、それは何かっていうと、インタビューする側の人が、あそうでしたよねってちょっと切って、あ下がり始めたなと思った、ちょっと切って、そうですよね、昔そうでしたよねって、屋上になられてからは生活って変わったんですかってもう一回同じ質問投げる。でこの時に質問投げかける時にあのコツがあって、その設定を就職するの。だから屋上になりましたっていう望みを彼女が言ったんであれば、あ屋上に なられてからどうなりましたかとか、屋上になってから仕事ってどういう感じで回せるんですか、屋上になってからは日常生活のなんか見え方とか感じ方とか何か変わったんですかって、屋上になるまでの過程の中でどんなことがちょっと困難でしたか、それをどうやって乗り越えましたかとか言って聞くとちゃんと喋るの。一回一回セットし直すから、そのインタビューアーさんから、あ屋上になった成合さん、屋上になった成合さんって言われ続けると、あ私は屋上になったんだ、屋上になったから、屋上になってからわーって言ってこうやって喋り始められるの。何々さんってこう春風さんって呼ばれてると、まだ恥ずかしかったり、そこの未来につながるのがちょっとパイプ弱めだった時っていうのは言いづらかったりするから、だから何回も就職後で何々さんは五条になった、何々さんはパン屋さんを始められた、何々さんはもう豪邸にお住まいの何々さんはとか言って就職をつけて喋ると、喋りやすくなってチャネリングしやすくなって、もうノリノリで答えやすくなるよっていう話なんですよ。でこういうノウハウをマイワイの法則ではそこまでは書いてないんですよ。いっぱい他の情報も詰まってるから、そこまでのノウハウの運営の仕方までは書いてなかったんですよ。でもやってみて、あこれ良かったなっていうことってもう1年もやってればもうすごいパンパンに詰まってるから、これは伝えていきたいなと思いまして、はい、私みんなにお金稼いでもらいたいと思っております。ゆえにですな、パパッパパッパッパンじゃん、はいこれです。こう予祝会を主催する上でこうやったらよかったよーのノウハウをバンバンに詰め込んだ予祝主催者講座っていうのを来週やりたいと思いまーす。これね大事なの、大人が夢を話せる文化を作ろうっていうのが、これすっごい大事だなと思ってて、これなんでこんなことを言うかっていうと、私の大学じゃないな、もう社会人生活とか20代30代になってからの32歳鬱になるまでの間、大人ってな
大人もそうだし高校生もそうだけど、夢なんて語るもんじゃねえと思ってたんですよ。やりたいことなんて選ばれた人間しかできねえだろうっていう風な生き方と、そういう大人しか いなかったから、歯を食い縛って働くもんだしか私の人生の中の選択肢はなかったか知らなかったんだけれども、私なんで夢を語る大人がいることに気がついたかっていうと、別居し、夫と喧嘩して別居して実家帰って、うつうつしてる時に回覧板をね回したのよ。うち町内会入ってるから。で、回覧板回す時に家の近所のおじさん、商売されてるおじさんのところ行って、まあ、雑談したのよね。雑談したらものすごいふくふくしたいい顔してらっしゃって、気になったから、なんでこの商売始めたんですかって聞いたの。で、その話聞いてるとね、超楽しそうで、いや、なんか友達とね、なんか最近コーチってさ、もう全部売れちゃって商品みたいな話するから、すげえ楽しそうで、すごいワクワクしてるじゃんと思って、あ、ちょっとうちのさガレージとか見るって言われて、ものすっごい、もうなんか男の夢が詰まったような、もうアメリカですかみたいなガレージの写真見せられて、で、それが雑誌にも載ってた切り抜きだったの。すごいっすねこれって思って、あ、こんな人がこんな田舎にいるんだ、楽しく商売してる人って世の中にいるんだっていうのが、まず一発目の衝撃だったの。で、今さ、友達とさ、今度さ、なんかこんな感じでさ、イベントやってさ、なんか日本全国回れたら楽しいよねって言って話してるんだよって喋ってて、60過ぎだった。60過ぎのおじさんがそうやって話してて、わーって思って、すげーって。これ気になったから、私自分が気に入って行ってるカフェに、お兄さんたちに話しかけたの。その後から、なんでこの商売始められたんですかって。いや、実は実家が植木屋だったんですけど、植木屋で自分もそういうことしたいなしてたんですけど、なんか専門学校のなんか修学旅行みたいな感じでイギリス行ったんですよね。で、そこのカフェがすっごい良くて、なあ、いいなって思って、なんか社交場みたいになってて、あ、こういう文化すごい素敵だなって、ね、僕すごい感動したんですよね。それで、でも、まあ、植木も好きだし、その仕事をしてて、でも、なんだろうなって、やっぱコーヒーっていうもの、コーヒー屋っていうものが捨てられなくて気になって仕方なかったから、一回試してみようと思ってスターバックスバイトで入ってみたんですよ。そしたらすごい楽しくて、あ、やっぱ俺これやりたいなってなって、それでコーヒー屋始めたんですよね。そうなの？と思って、素敵な話ですねと思って、また感動して、また違うお店行って、なんでこの商売始めたんですか？いや、俺プラプラしてたんだけどさみたいな、なんか仕事なんかやりたいなみたいな感じでやり始めて、楽しくてさ、で、友達こうやって商売してたりするとさ、いろんなお客さんが来るじゃん。で、それでさ、まあ今日はるちゃんみたいにさ、なんかコーヒー飲んでさ頑張ってる話とか聞くじゃん。なんかさ、俺も頑張ろうって思ってさ、楽しいんだよね、なんか話してくれるの楽しいじゃんって、いろんな人来るのって、だからさやってんだって話してて、かっこいいと思って、しかもニコニコ笑って仕事して、俺前仕事楽しいよって言ってて、え、仕事って楽しいの、え、楽しく働けんの、田舎でと思って、びっくりして、私田舎に行ったら終わりなんだと思ってたから、だからもう東京に出たくて仕方ない人間だったので。でも結局よ、私東京にでもつまんなかったのよ。楽しいがあったよ。下北沢愛してたから、すごい通ってたし、原宿死ぬほど行ってたし、伊勢丹死ぬほど行ってたのよ。都会っていうのを感じてて、すっごい楽しかったんだけど、でも仕事とは楽しくなかったの。遊び場いっぱいあるけど楽しくなかったの、仕事が。何なんだろうと思って、そしたら、あれ？あり方だし、え、もしかして私自分が間違ってるのかなと思って、自分の前提間違ってるのかなって気がつくって言ったんですよ。仕事ってもしかして楽しく友達とわけわけしながらノリでできるのかもしれないっていう可能性を、うちの
地元にいる楽しく働くおじさんたちと喋って気がついたの。そう。で、そこで気がつくのは、あ、この人たちは素直だったんだと思って。私は諦めたんだと思って。このおじさんたちにも、そんなことやってっていう人がいたかもしれないけど、その人たち、この人たちは採用しなかったんだって。小言を。周囲の、そんな人生甘いもんじゃねえとか、そういう言葉をこのおじさんたちは採用しなかったんだと思って。うわあ、私が悪いってもうなったんですよ。でね、私、予祝会をやってて、やっぱり分かったのが、夢とか望みとか、毎日毎日話してたら、勝手にみんな元気になってくる。すっごい元気になってくるって、私やっぱりそうだったんだって思ったのが、もうずっと何回も話すんだけど、ハッピーちゃんがなんかエイブラハムの本を読んだ話の中で引用をしてくれてて、その話をしたいと思います。アメリカにホームレスのおじさんたちがいましたと、3人いました。で、暇で何もすることがないので、毎日3人集まって、俺こういうことやりたい、ああいうことやりたいっていう風に夢を毎日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 話してました。そしたら、そのうちのおじさんたちは、商売を大繁盛させて、で、アメリカを代表するような企業になりましたとさ、っていうお話があるんですよ。わーってなって、そうなったら本当にいいなと思って、すっごい響いてて、で、それで予祝会やったのね。で、実際に予祝会やってみて何が起きたかっていうと、商売を始める人間が何人か出てきたの。自分で何か主催するっていう人が出てきたの。え、すごいでしょ。私これすごい可能性だなと思って、エゴキンマンが減ってけば勝手に商売みんな始めるんですよ。なんかやりたくなるし、なんか表現したくなってくるんですよ。だから私は望みは出すのは、何のために望みを出すのかっていうのは、望みを叶えるために出すっていう風にするとね、叶わないじゃんっていう気持ちが出てきて、しんどくなって望まなくなってくるんですよ。前聞いたことあると思うけど、聖なる望みっていう言葉のセミナー、なんか特典動画だったかな、なんかハッピーちゃんのあって、望むと叶うは別同士っていう話があって、みんな望むと叶うをワンセットにしてるから、だから望まなくなると。望むっていうのはただ単に衝動であって、なんかご飯食べたいとかおしっこしたいとか、なんかそういうものの欲求であって、叶うとは別の話だと。だからまずはとにかく何々したいと思ったら、何々したいって思わせてあげることが一番最初大事なんだよっていう話があって、それ望むことによって何が起きるかっていうと、エゴキンマンを死滅させることになるんですよ。私の1ヶ月最初の21日間なんて別に現実動いてないんですよ。ただ単にずっと屋上になりましたとか言って、豪邸に住みましたとか、なんかそういうことを連打して毎日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 わーって喋ってて、で何が起きたかっていうと、ちょっと元気になったのね。ちょっと元気になったの。ちょっと元気になって、その次に私が何やりたくなったかっていうと、楽しかった、おかわりと思って予祝会が継続が始まるわけです。そう。そうなの。で、それで、そっから、あれやりたい、これやりたいっていう風に、自分がやりたいものをキャッチするものが増えてって、あれこれやり始めたし、で、単純に最初、予祝するだけだったものが、中身が、あ、これやりたいなと思って増えてって、あ、瞑想を入れてみようとかやってみたりとか、あ、シェアやってみた方がいいなとか、何かしらのワークがどん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 増えてって、で、中身が変わってったりとかしてったんですよ。そういうことがあったんですよ。で、やっていくうちに気がつくわけですよ。これめちゃめちゃ応用できるなと思って。だから、私の昔のビジネスを学ぶっていうのってプッシュ型で、なんかこう受験勉強とか小学校義務教育みたいな教え方で、なんか教えられたことに
学んで実行するっていうのが一つの型になってたんだけど、あ、なんかもう予習やってくるとなんかありえないルートで物事が叶うから、あ、これ意味ねえなと思ったんですよ、プッシュ型の講座とかセミナーとかが。だから私は例えば起業できましたとか、商売が回り始めましたとか、何かしら今日常生活の中でちょっと困っていることとか不満とかってあると思うんですよ。小さいこと、あの歯食いしばってちょっと我慢していること、例えば夕飯作りたくないとか、玄関がもっと広くなったらいいなとか、なんか多分ね一個ずつあると思う。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、あ、ペットボトルが使ってないやつ溜まってるなとか、なんかそういう小さい不満があるじゃない。で、そういうことさえも綺麗になったら嬉しいなっていう望みを抱いたらいいなと思ったの。そしたらね、予習してると勝手にアイデアが生まれてきて、行動に移すことができるから、それは望まないとアイデアって降りてこないんですよ。たかだかペットボトル片付けることなんだけれども、あ、やんなくちゃなって思ってやるのか、あのなんか自分なりに自分の型に合ったアイデアを下ろして実行に移した方が動きやすいから動けるんですよ。なんかね、開業届出せましたっていうのも、何出せない出せないって思ってる時ってなんか頑張らないといけないと思って歯食いしばってるから、結局ずる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 出せなかったりするんですよ。でも例えば楽しく開業届を出すことができました、もう楽で楽に出せましたって、私も起業できましたって言って例えば予祝するじゃん。そしたらあなたに合ったアイデアが自分の口から出てくるんですよ。それを実行に移せばいいんですよ。だからそうすることによって物事って動いていくから、なんだろう、ビジネス講座いらないなと思って思ったし、あとはなんか美容痩せたとかさ、スタイル良くなったとかさ、これも予測すれば自分に合った方法を言うし、いや分かるよ、あのいろんなさ、なんかダイエットのやり方って YouTube とかネットとかいっぱい転がってるけど、続かなかった人たちがいっぱいいるわけじゃない。じゃあ続けるためにはどうしたらいいのかっていうアイデアを下ろすために予祝すんの。そうすると自分に合ったアイデアが降りてきて行動に移すことがね、だって自分が言ってるから自分に合ったことしかどうせ喋らないんだよ。それをいいなって思ったからやりたいなと思って、でさらに言うと私またやりたいことがあって、それは何かっていうと、あの今月の予祝会って私あの VIP コースって言って、1時間まるまる私が予祝するインタビューさせてもらうっていうのをやってたんですよ。楽しくて、楽しいと思って、こんなにずっとその人の掘り下げ続けることができるってすげえ楽しいと思って、楽しいし、あ、これやりたい、これもっとやりたいなと思ったから、私来月から私もう毎日開催はもうやらないの。毎日開催はね、もうさっきのセミナーみたいにあの各々の場所でもうやってもらいたいなと思って、これで受けてみんなでもう予祝会あの各々の場所でもうやってもらいたいと思ってて、あの毎日の筋トレみたいな感じでやってもらいたいなと思って、私は別々自分の場所で一対一で濃厚にあのインタビューすることをすごくやりたいな、それが楽しかったなと思って、それをちょっとやってみたいなと思っています。で、あの気がついた、私インタビュー上手くなってると思って、やっぱ1年間ほぼ毎日ずっと誰かを掘り下げ続けるってことを毎日やってたから、あ、スキルがやたらと上がってると思って、あ、これ私多分役に立つ気がすると思って、でインタビューされるのが慣れてたりするとやっぱ経験値、あ、こうやって自分に質問すればいいんだっていうのが分かってくるから、多分内観するのもね上手になってくるんだよね。それでなんかその人も
自分の内観がもっと上手くなって、そしたら人にもやってあげられるようになるから、もっともっと広がっていけるんじゃないかなと思って、あのマンツーマンの予祝インタビューができるあのコースを作りたいなっていうふうに今は思っています。リンコさん、この前出会ったレッカー車のおじさんもこの仕事が好きでたまらないから毎日楽しくたまらないと言ってすごく驚いて、視野が広がったし私も未来がワクワクしました。へえ、あ、今月職場退職、間もなくですね。いやだからいいなと思って、仕事が最高に楽しいなんて、もう生きてるのがすごい楽しいよなと思って。なんだっけ、漫画もさ、リアルクローズの中でボスが一日の中で仕事してる時間が一番長いんだから、この時間が楽しくなかったら人生楽しくねえじゃねえかっていう話をしてて、おっしゃる通りすぎるぜと思って読んでたのね。本当そうだなと思って、私何してる時間、あ、思い出した、これちょっとさ、あの自分ビジネスの話につながるんだけど、あのね、自分がやりたい仕事の見つけ方の話ね。で、皆さんに質問です。あなたの好きな動作は何ですか？あなたが好きな動作は何ですか？例えば私、あの人と人の話聞くんじゃなくて、人の話、人と喋りながらやや多めに自分の話するのが好き。私、私が好きな動作は何だろうな、いい匂いを嗅ぐのが好き。あと私が好きな動作は水に浮かんでるのが好きで、みんな好きな動作あるじゃないですか。でこっから仕事を作るんだよっていうのが、あのさやちゃんが前言ってて、ほうと思って、それが、どういうふうに派生していくかっていうと、布を触るのが好きな人がいました。で、布を触るのが好きだから、じゃあミシン仕事しようって言って、なんか布のナプキン作ったりとか、ふんどしパン作ったりとかしてるっていう話があって、ほーと思ったんですよ。なんか、そういう発想の仕方面白いなと思って。で、私がね、起業した、もう4年前か。4年前に、その話を聞いた時に、私なんだろうと思って、私その時にあのほぼ布団の中の住人だったから、私なんだろうな、私の好きな動作なんだろうって、あ、綺麗なものが見たい、綺麗なものが痛いって、その時私田舎にいたから、あの伊勢丹は近くにないし、美術館も近くにないし、あの下北沢ももちろん近くになかったわけですよ。ない綺麗なものかと思って、私の中でひらめいた綺麗なものっていうのは着物だったので、あ、着物でも買う気もないのに反物屋さん行くなんてちょっと行儀が悪すぎるなって、私は自分の中ストップがかかったから、どうしよう、何がいいかなと思った時に、あ、ハードオフに行こうと思って、うちの近所にあったハードオフには古い着物がたくさん並んでたから、あ、それを見に行こうと思って、ずっと着物見てたの。ずっと着物見て、ずっと着物触って、着物帯触って、あー、禁止って言って、こうずっとずっとね、めでてたの。で、めでてて、それで私何を思ったのか、これ頭に負けそうと思って、着物の帯紐とか頭に巻いてたの。で、あ、これなんか被れそうと思って、買って持って帰って、でそっから、あ、これ帽子にしようって言って帽子作って、それ売ることになったの。あの全部が、あのそうやって歯車が回ってたの。でまずそこで一番、あの私みたいな鬱女がここにいるか分かりませんが、とりあえず今自分がちょっと楽しいなって思える体の行動を考えてみて、それを可能な範囲で、できる範囲で行動に移すって、歯車が回り始めるから大事だよって話ね。私は車の運転が好きだったんですよ、その時。だから、車を運転して、墓場に行ったりとか、車の運転して、ちょっと離れた古着屋、古い着物屋さんに行ったりとかして、着物触って、綺麗って思うのを繰り返し繰り返しやってって、ちょっとずつ
自分ができる範囲でセミナーやったりとか、ちょっとだけ自分ができる範囲でアクセサリー作ったりとか、そういうことを地味に私は一個ずつやりました。だから、あ、面白いなと思ったの。なんか簡単そうじゃない？なんか自分ができるスキルを使ってビジネスをしようじゃなくて、自分が好きな動作をしたいっていうその欲求を満たすために仕事を作るんですよ。私は、その時ね、友達と喋るのすごい好きで、私自分の話をするのがすっごい好きだったから、友達に電話したいっていう欲求が湧いた時には、インスタライブをするっていう風に癖付けしました。だってさ、私が友達に電話かけたらさ、迷惑電話じゃん。うざいじゃん。なんかあまりにも何時間も喋る女って。だから、それを、うざい女にやりたくないし、嫌われたくなかったし、だったらば、インスタライブしようと思って、インスタライブしてたんですよ。喋りたいっていう欲求があったから、インスタライブをする。何かを作りたいっていう、綺麗なものを作りたいっていう衝動があったから、アクセサリーを作る。何したかったかな、綺麗なものを見たいなって思ったから、着物屋さんに行って、商品を仕入れて、なんか作るとか、やりたいことスタートで、全部やりました。だから私今回の2つやりたいこと喋りましたけど、私は、予祝会の主催者の人たちがもっと楽しく、やってもらいたいなって思ったのは、自分がこの得られたノウハウをペッて捨てたりとか、私がここでやめたらもうそのノウハウ私で終わっちゃうからもったいないなと思って、でしかも前々の法則の翡翠小太郎さんが好きな人、大島圭介さんが好きな人きっといるだろうから、この人たちの本を読んで、この本つまんない役に立たなかったってポイって投げ捨てられるのかね、本当にもったいないなと思って、私ほどあの本やたらと好きなので知らんけど、だからせっかくあの本を持ってて、で友達と家族と予祝をやりたいっていう気持ちがある人がいるんだったらば、その気持ちを大事にしてもらいたいし、うまく運営してもらいたいから、あ、講座やろうっていうことで講座やろうっていうのが一個あります。はい、そして私が次やりたいことは、マンツーマンでしこたまその人の望みを掘り下げていく作業が、異常に好きだなっていうことが、今月散々喋ってて気がついたからやりたい。で、さらに、私ちょっとね、もう、やりたいことがあってですね、バナー作りたいんですね。あ、これですね。例えばこんな感じで、インタビューした時に、秋山さんのクリエイターファイルあるじゃない。なんかこう、昔話を呼ぶおばあさんとかさ、なんかこうウェディングプランナーとかさ、なんかそこのそれになりきった写真撮ってアップしてるの楽しいなと思ったの。だからなんか各々できる範囲で、例えばパン屋さんをいつかやりたいっていう人はこうエプロンつけて、例えば三角巾つけて、こうお盆持ってる写真1枚もらったら、私がこういう風にタイトルつけて、こうインタビュー動画のサムネイルにしていきたいなと思って、でそれちょっと楽しいじゃん。それが溜まってったらさ、なんか見た時爽快だなと思って、それ嬉しいし楽しそうだなと思って、それを私来月やりたい。でそれでね、なんかやっぱりなんだろう、予祝を知ってくれて、予祝をやりたいって思ってくれる人がいて、でもなんか友達同士でやってうまくいかなかったら、いやもうやりたくないっていう気持ちって多分湧きやすいし湧きがちだと思うんですよ。だから私どうしようかなと思ったのは、これだけ自分がまあインタビューがうまくなってることに気がついたので、私がみんなを気持ちよくさせるため、気持ちよく、あ、予祝ってこういうものなんですねって知ってもらうために、体験会を開こうと思ってて、で、その体験会は、これが無料なんですかっていうレベルでやってみようかなっていうふうに、考えています。で、こ
告知を早めにやれたらいいな、今日とかやれたらいいな、なんて思いながら、今アイディアが、アイディア置いてこいって今思ってるところです。楽しいの？なんかさ、あのね、別に予祝ってね、めちゃめちゃね、全然ふわしぴじゃなくて、本当にね、マジかーって思うことしか言わないのよ。実践的なことしか言わないのよ。例えばさ、スマホ触るなとかさ、そういうアドバイス出てくるのよ。例えばよ、去年の9月ぐらいに予祝した時に、出てきた私のアドバイスで、屋上になりましたっていう予祝をした時に、私の口から出てきたアドバイスって、確か、家に花飾れだったのよ。その当時、9月時点の私の、階段のところにある、踊り場のところにある、飾り棚があるんですけど、その飾り棚って、かわいそうになってて、何が起きてたかっていうと、何も飾られてなくて、そこに、なんか、夫が片付けてない、なんか、スマホケースが置いてあったりとか、あれよ、水道代と電気代の、領収書がそこに置いてあったの。もう、かわいそうなありさまだったんですよ。で、いかんと思って、屋上ならば、せめて花は飾ろうと思って、アドバイスを受けたので、そこから、花屋さんに行くようになって、お花買うようになって、で、私、ふてくされてるから、田舎だから気に入った花屋がないから、花なんか買えないとか思ってたから、それが、ダサすぎたから、望みをもう一回出して、素敵なお花屋さんに出会いましたっていうふうに予祝したの。そしたら、自分が通ってる、北千住の整体院があるんですけど、そこのね、近所にすっごいおしゃれな花屋さんがあって、花の品質もいいし、店員さんが花見作ろう時のセンスがすごい良くて、もうそこで花買うようになって、だから整体行ったら花買って帰るっていうのが習慣づけられて、家に常に花があるっていう環境が整うことができたんですよ。マジで、本気良かったなって思うんだけど、諦めるのよ、私たちって無意識に何回か。田舎だから無理だなとか、本当に思ってて、田舎だから無理だとか、この年だから無理だとか、お金がないから無理だとか、全部やっぱ関係ないんだなと思って、私が諦めた時点でもうアイデアは降りてこないし、扉はもう閉ざされるんだなと思って。だって、私、ここ引っ越してきてから、もうその時に1年近くもう経ってたのに、花屋の子、この子踊りたいけど、気に入った花屋がないから無理って。お花ある生活を送りたいけど、うん、ないから無理って言って、無理無理無理しか言ってなかったの。望んでなかったの。花を置きたいって思って、どうせ無理っていう風にすぐ潰してたの。で、予祝するようになってから、そのどうせ無理を潰す、やめようと思って、こうがいいっていう、とりあえず望み出してそれを予祝するっていう習慣が身について、現実が動き始めたっていう話でした。はい、差が来ました。じゃあちょっとごめんね。バイバーイ。